カンボジア作戦とは、ベトナム戦争の進展から1970年に、カンボジア東部で実施されたアメリカ軍と、ベトナム共和国軍による一連の軍事作戦であり、後のカンボジア内戦へと続いていく。これらの進行は、リチャード・ニクソン米大統領の方針に従って、行われた。4月29日から7月22日までは、南ベトナム軍によって、 また5月1日から6月30日まではアメリカ軍によって合わせて13の大きな作戦が実施された。作戦の目的はカンボジアの東部国境地域に展開する約4万人規模のベトナム人民軍と南ベトナム民族解放戦線の部隊を駆逐することにあった。当時はカンボジア政府の形式的な中立性と軍事的脆弱性のためその区域は ベトナム共産主義勢力が国境を越え作戦のための拠点を確立できるほど安全な場所になっていた。米国がベトナム化政策と撤兵に移行しつつある中、国境越えの脅威を排除することで南ベトナム政府を支援しようと試みたものである。国王のノロドムシハヌークが解任されて、新米派のロンノル将軍へと政権が移る1970年のカンボジア政変が 共産主義側の拠点を破壊する機会を与えた。ロンノルナンベトナム政権による一連の作戦はいくつかの町を占拠したが、ベトコンの軍事的及び政治的指導者は、かろうじて非常戦を脱出した。米軍と南ベトナム軍の同盟軍事作戦は、共産主義軍をさほど駆逐することもできず、南部中央局として知られる、軍中数部を捉えることにも失敗したが、 カンボジアにて大量に物資を露獲した点が成功だと言われるようになった。北ベトナム軍は比較的人口の少ないカンボジア東部の大部分を南ベトナムでの激闘から退却した際そこに入れば攻撃を受けずに急速よび再編成ができる聖域として活用していた。これらの拠点エリアはまた北ベトナム軍およびベトコンによってこの地域にシハヌークトレールで輸送された。 大量の武器や物資を保管する用途にも使われていた。北ベトナム軍は1963年時点ですでにカンボジア領内への進出を開始していた。1966年、東南アジアにおける共産主義勢力の最終的な勝利を確信し、また自らの体制の将来に不安を抱いていた。カンボジア国王、ノロドムシフヌークは中華人民共和国との間で協定を結び、 カンボジア領内に共産主義勢力のための高級的な基地の設置及び補給目的でのシハヌークビルの港湾施設の使用を認めた。北京を訪問したシハヌークと毛沢東、方針、流暢期1968年、クメールルージュと呼ばれるカンボジア先住民族の共産主義運動がシハヌーク政権打倒のための反政府活動を始めた。当時、 彼らは非常に限られた北、ベトナムからの物資援助しか受けていなかったものの、彼らは北ベトナム軍、ベトコン部隊の支配下地域に逃げ込むことができるようになった。これら一連の活動をアメリカ政府は察知していたが、日和り主義な支配ークを説得すれば味方にできると期待して、カンボジア領内における明白な軍事行動は控えていた。そのため、 リンドン・ジョンソン大統領は秘密部隊の研究監視グループによる秘密裏の越境偵察活動を承認し、国境地域における北ベトナム軍、ベトコン部隊の活動に関する情報を収集させた。ここでの収集データは国王に考えを改めてもらう、材料として提出される段取りになっていた。南ベトナム軍事援助司令部の新司令官に着任したクレイトン・エイブラムス大将は大統領に、 就任したばかりのリチャード・ニクソンに対し、B52 戦略爆撃機を用いて、カンボジアの拠点区域を爆撃するべきだと進言した。ニクソンは当初これを拒否したものの、南ベトナムにおける1969年のミニテト構成が始まって、転換運転を迎えた。ニクソンは北ベトナム爆撃の中止後に、ハノイ政府との合意違反だと指摘されたことに期限を損ね、 秘密の航空作戦を承認した。このメニュー作戦は3月18日から開始されると、作戦完了の14ヶ月後までに3000回以上の出撃が行われ、10万8000トンの兵器がカンボジア東部に投下された。1970年1月、シハルークがフランスへ西洋に出かけている間に、政府主催の反ベトナムデモがカンボジア中で開催された。動乱が続いたため、 ロンノル首相兼防衛大臣は、共産勢力の支援に使用されていた、シハヌークビルの港湾施設を閉鎖し、3月12日には、北、ベトナムに対して72時間以内の、カンボジア領内からの撤退を求める、最後通帳を送った。国王シハヌークは、共産主義側との暫定協定が潰された、こと憤慨し、カンボジアにいる軍勢を抑制するべく、 ハノイ政府に圧力をかける合意を得るためにモスクワと北京への訪問を直ちに手配した。3月18日、カンボジア国会はシハヌークを追放し、ロンノルを暫定元首に選定した。このことでシハヌークは北京に亡命政府を樹立し、彼自身は北、ベトナム、クメールルージュ、ベトコン、そしてラオスのパテートラオと同盟を結ぶこととなった。そうすることで、 シハヌークは自分がほとんど管理できなかった運動勢力にカンボジア農村地帯における彼の知名度と人気を利用させた。クーデターに対する北ベトナムの反応は迅速だった。北ベトナム軍はクメールルージュに大量の武器や軍事顧問を直接供給するようになりカンボジアは内戦に突入した。ロンノルは カンボジア国民のうち40万人のベトナム人を北ベトナム軍による攻撃を防ぐための人質とみなし、彼らを一箇所に集めて抑留するよう命じた。例えば4月15日には800人のベトナム系男性がチュリチェンガ村に集められ、数人まとめて縛り上げられたまま処刑され、彼らの遺体はメコン川に投棄された。死体は下流域の南ベトナムに浮かんだ。 カンボジアの行動は北ベトナムと南ベトナムの両政府から避難された。シアヌークビル封鎖以前より北ベトナム軍はラオス南東部からカンボジア北東部に流入する平坦線を拡大し始めていた。また北ベトナム軍はカンボジアのクメール国軍に対する攻勢を開始して東部と北東部の大部分を素早く掌握し、コンポンチャムなど多数の都市を孤立させ、包囲。 または、制圧を行った。やがて共産軍は、カンボジアの首都プノンペン3 2トルの地点まで、接近し、ニックソン大統領を対応へと借り立てた。1970年3月29日、北ベトナム軍は自ら問題の解決に乗り出して、クメール国軍に対する攻勢を開始した。ソ連時代の書庫からの公開文書で、この攻勢は、 ヌオンチアとの交渉を経た後にクメールルージュからの明示的な要請で開始されたことが判明した。北ベトナム軍はカンボジア東部を芝叩く間に制圧し、プノンペンの2 4トル以内に迫った。カンボジアの軍勢を打ち破った後、北ベトナム軍は新たに勝ち取った領域を地元の反政府部隊に引き渡した。一方、クメールルージュは カンボジア南部及び南西部に解放区域を設け、そこで北ベトナム側とは独立して活動していた。ベトナムカンボジア国境戦争に設置された共産側の司令部を示す地図カンボジアでの出来事を受けてニクソン大統領は米国の対応には明確な実現性があると確信した。シハルークの失脚により拠点地域に対する強行策を行える条件が 整っていた。彼はまた、最近25年間のカンボジアで唯一、西側寄りの立場を選ぶ勇気を持った政権に対する支援を行うようにとも主張していた。その後、ニクソンは、米統合参謀本部及び幕部との協議を行い、カンボジア方面への展開に関して、カンボジア沿岸の海上封鎖、南ベトナム及びアメリカ軍による空爆、南ベトナム軍による 越境追跡の拡大、そして南ベトナム軍あるいはアメリカ軍、もしくはその合同軍による地上侵攻などの提案がなされた。4月20日、ニクソンは年内に南ベトナムから15万人の米軍部隊を撤兵すると発表した。この計画的撤退はカンボジアにおける米国の軍事行動が縮小されることを示唆していた。1970年春の時点で、 33万648人の陸軍将兵と5万5039人の海兵隊員が幕部の指揮下で南ベトナムに泊まっており、その大半は第81不評師団と戦車大隊に集中していた。ただし彼らの多くはすでに帰国の準備をしていたり、あるいは近い将来ベトナムを離れることが予定されていたため、直近の軍事作戦に投入することは、 不可能となっていた。4月22日、ニクソンは南ベトナム軍によるオウムの口橋地区への進行計画を承認した。この時、ニクソンは南ベトナム軍が独自の作戦を担当することで彼らの指揮を大幅に高め、また同時にベトナム化プロセスの成功を示す実際的なデモンストレーションになりうると信じていたという。翌日、ウィリアム・ P、ロジャース国務長官は 会員再出小委員会にて、我が政府に戦争を激化させる意図はない。仮に、我々がエスカレートし、加えて我が国の地上部隊が、カンボジアでの衝突に巻き込まれたならば、それは、我々の計画そのものの失敗であると認識している、と証言した。南ベトナム軍は3月下旬からこの作戦に向けた旅行演習を開始していた。3月27日、 アーベン・レンジャーの一個大隊が共産側の拠点を破壊するべくカンダル州に進軍した。また4日後には別の南ベトナム軍部隊がカンボジア国境を越えて1 6トル進行した。当初、ロンノルは自らが提唱していた中立政策を維持しようと考えていたが4月14日にはアメリカ政府から軍事作戦への参加と支援を要請された。同日、 南ベトナム軍は、トアンタン作戦41の援護の下、三3つの国境、越え短期作戦の1回目を行い、スバイ練習内の天使の翼そしてカラスの巣と通称された地区に飛行機兵部隊を派遣した。4月20日、南ベトナム軍の軍勢2000人が、オウムのくちばしに侵攻し、北ベトナム軍将兵144人を殺害した。月日、 ニクソンは南ベトナム軍の作戦に対するアメリカ軍による航空支援を許可した。これらカンボジア領土への侵入はどれも幕府及び南ベトナム軍組織により計画された大規模作戦に備えた偵察任務に過ぎず、ニクソンによる承認を条件としたものであった。その後、ニクソン大統領は陸軍大将のエイブラムスに釣り針地区における米国の作戦開始を承認した。 予備作戦計画は3月中に完成していたものの、機密とされていたため、エイブラムスから指令を受け取った第二野戦軍司令官、マイケル・デビソン大将には知らされておらず、彼は新たに別の作戦案を作成することになった。72時間後、デビソンの作戦案がホワイトハウスに提出された。4月26日、国家安全保障担当補佐官ヘンリー・キッシンジャーは、 補佐官の一人にこの作戦案の評価を依頼したが、国家安全保障会議のスタッフらはその、いい加減さに愕然としたという。主要な問題は、時間的な制約と、機密保持に関するニクソンの意向であった。作戦の障害となるだろう大雨が降るカンボジアの、モンスーンが、わずか2ヶ月後に迫っていた。また大統領命令により、国務省は財産本部大使館のカンボジア支局、 ザイプノンペン米大使館、そしてロンノルにも同作戦を通知しなかった。作戦に関する情報は、エイブラムスにより厳重な機密として扱われていた。共産軍による察知を避けるため、国境地帯における事前の平坦補強もなかったとされている。アメリカ軍の旅団長らが構成について通達を受けたのは、作戦開始の1週間前で、それより、 下級の大隊長らが通達を受けたのは、作戦開始のわずかに3日前であった。カンボジア侵攻が、軍事的、政治的利益をもたらすという考え方に、ニクソン政権の全員が賛同したわけではなかった。メルヴィン・ライアード国防長官やロジャース国務長官は、米国内で強烈な反対世論を喚起する、可能性と、パリで進行中の和平交渉に支障をきたす恐れが、 あるとの理由で作戦に反対した。キッシンジャーは、官僚的な足の引っ張り合いという表現でこの二人を厳しく非難している。その結果、統合参謀本部は、ライアードを無視する形で、カンボジア作戦の計画と準備について、ホワイトハウスに助言を行った。1970年4月30日、ニクソンは、カンボジア攻撃を発表した。彼は、 テレビ演説の中でこれを北ベトナム軍に対する攻撃であるとして正当性を主張した4月25日夜、ニクソンは友人ベベレボゾとキッシンジャーを招いて夕食会を開いた。その後、彼らはニクソンのお気に入りで以前に5度も見たという映画、パットン大戦車軍団を鑑賞した。キッシンジャーは後にこれを改装し、彼が壁にぶち当たったとき、 ニクソンの情熱的な青筋が浮かび上がり、パットンの物語の中で彼は悩める、軍司令官としての自分を見出していたのだろうと、十回している。翌晩、ニクソンは、我々は、全力でやるだけだと決心し、進行開始を承認した。 アメリカと南ベトナム軍による合同作戦の開始は5月1日が予定され、南ベトナムにおける同盟国側の死傷者を減らすこと、米軍の継続的撤退を保障すること、パリの和平交渉における米国やサイゴン政府の立場を強化することが目標として掲げられた。エーブラムスは可能な限り作戦を目立たないようにするために進行開始の発表をサイゴンからの 定例報告の中で行うよう提案した。しかし、ニクソンは4月30日21時、米国の3つのテレビネットワークすべてに、今夜試されるのは、私たちの力ではなく、意志と品格なのです。行動に移す時が来たのですと演説表明した。また、南ベトナムにおける、共産主義軍事作戦すべての司令本部である南部、中央局を捉える目的で、 アメリカ軍をカンボジアに派兵すると自身の決定を語った。ただし、南ベトナムにおける北ベトナム軍の作戦を統括する単体司令部としての公文はおそらく実在していなかったとされており、少なくとも全く発見されなかった。1970年3月末から4月初頭における南ベトナム軍の進行を示す地図。赤の派線は退避する。 臨時革命政府がたどったルートを示したもの。西からのカンボジア軍と東からの南ベトナム軍による組織だった攻撃を受ける万が一の事態に備え、北ベトナム側は緊急避難ルートの計画を立てるようになった。カンボジアのクーデター後、1970年3月19日に公文は退避した。南ベトナム共和国臨時革命政府及び北ベトナム軍。 ベトコンの拠点は、北方の安全な場所に移動する準備をしていたが、3月27日に、彼らは B-52 爆撃機からの空爆を受けた。避難計画で示されているように、保安番隊大将は、逃走を援護するため3考師団を配置する計画を立てていた。3月30日、国境を越えて、カンボジアに入った PRG 及びベトコンの分隊は、 ヘリコプターで飛んできた南ベトナム軍の部隊によって、延滞号の中に包囲された。囲まれた彼らは日没まで待った後、第七師団から提供された警備を受けて、包囲から抜け出し、カンボジアのクラチエ州にある公文と合流するために、北へ逃げ、それは臨時革命政府の脱出として知られるようになった。チュオン・ニュタンは、PRG の法務大臣であり、彼は、 北部拠点へと行進する間が B-52 爆撃によって同胞が散り散りにされた強制行進の日々であったと衝述している。数年後にチオンは南側での抵抗運動の中核、すなわち前線で戦う我が精鋭部隊に加えて政府分離及び軍部首脳陣を壊滅もしくは捕虜にする直前であったと回想した。何日もの過酷な行進を経て PRG は クラチエ州にある比較的安全な北部拠点に到着した。負傷者は少数で、3月には PRG の保健省副大臣ズオンクインフォアの赤ちゃん誕生も見られた。隊列は回復するのに何日も必要とし、チュオン自身は長い更新からの回復に数週間を要した。1970年4月29日から7月1日にかけて、 敵軍を捜索するためのカンボジア国境を越えた南ベトナム軍及び米軍の攻撃。カンボジアを進撃する南ベトナム軍の M113、装甲兵員輸送車。カンボジアを侵攻する米第11機構騎兵連隊所属の M551、シェリダント、地雷除去部隊。4月30日午後7時、南ベトナム軍はカンボジア国境を越え、 トアンタン42作戦を開始した。南ベトナム軍兵士8700名からなる12個大隊が、スバイリエン州のオウムの口橋地区に進行した。南ベトナム軍でも特に積極的で有能な、召喚と目されていた第三軍団司令度、顔取り中将であった。カンボジア入りして、最初のの2日間、南ベトナム軍は北ベトナム軍と、幾度か激しい交戦をした。 ただし前回の南ベトナム軍侵攻で事前に警戒していた北ベトナム軍は、自軍の大部分が西側に撤退できるよう、死体行動に徹していた。南ベトナム軍の作戦はやがて、作敵殲滅作戦へと移行し、北ベトナム軍の隠徳物資を見つけるべく、小規模な紹介部隊で、村落し辺の捜索活動を行った。その後、米外級不評師団の到着により、 作戦の第2段階が始まった。4個の戦車、不評混成部隊が、オウムのくちばしを南部から攻撃した。南ベトナム軍の主張では、作戦開始3日後の時点で、北ベトナム軍兵士110名を殺害204名を捕虜としており、また、自軍の被害は、戦士66名と負傷者330名だったとしている。5月1日、トアンタン42と、 並行して、より大規模な南ベトナム軍のトアンタン43作戦が始まり、まず36機の B-52 爆撃機が、釣り針地区南部に沿って774トンの爆弾を投下し、これに続いて1時間の集中砲撃、さらにもう1時間の戦術爆撃機による集中攻撃が行われた。十時、米第一騎兵師団、米第十一機項機兵連隊、 南ベトナム第一機構機兵連隊、南ベトナム第三空挺旅団は、カンボジアのコンポンチャム州に突入した。州メーカー任務部隊は、米軍兵士1万人及び南ベトナム軍兵士5000人と、共に昔からの共産主義の本拠地を攻撃した。この作戦は、装甲部隊を活用して、州内奥地まで進行し、そこでヘリ輸送の南ベトナム空挺旅団及び、 アメリカ空中機動部隊と連携して行動した。進行作戦には激しい抵抗が予想されていたが、進行が始まる2日前に北ベトナム軍、ベトコン部隊は西への移動を始めた。5月3日の時点でアメリカ兵の死傷者は戦死8人と負傷32人と、作戦の規模に対して小さい死傷者数であると幕部は報告した。カンボジア領内3キロメートルで、 米第11装甲機兵隊が経験したような死体行動を伴うまばらで散発的な交戦のみが行われた。北ベトナム軍は戦車砲撃と戦術的空爆で撃たれるためだけに消火器とロケット弾。戦火が止んだ時、この戦闘で死亡した北ベトナム軍兵士は50人を数え、対して米軍側の戦死者はわずか2人だった。 5月上旬からベトナムに帰投する6月30日まで、第1大隊、第7級兵隊は、釣り針地区にいて、そこでは、期間中ずっと猛烈に激しい戦闘が行われた。アメリカ軍の損失は甚大であり、現場で少なくとも、半分の戦力を維持するだけでも、全部隊が大規模な要員交代に頼らざるを得ない、ほどだった。完全な編成で、カンボジアに派遣された。 ある中隊では隊員のほとんどが戦死するか負傷して構想され、6月30日の時点で残っていたのはわずか9人だったという。釣り針地区における先行から、この部隊には個人のシルバースターと同等の勇猛部隊賞が与えられた。北ベトナム側は迫り来る攻撃に十分な注意を払っていた。進行中に捕虜となった。 B-3 前線本部から3月17日に発せられた指令は北ベトナム軍、ベトコンの軍勢に戦線から離脱して反撃をしないこと。我々の目的は可能な限りの戦力温存であると命じたものだった。この侵攻の当事者でありながら、アメリカ政府からもサイゴン政府からも自国の緊迫した侵攻に関する情報を知らされなかった。 ロンノルの一団だけが驚いたとされている。彼自身はラジオ放送で進行のことを知り、米国大使館の総領事と電話会談をしてそれが事実だと確認することになる始末だった。アメリカ軍部隊による唯一の通常戦闘はシハヌークトレイルの終点であるスヌーオルの町で5月1日に起こった。米第11装甲機兵連隊の分隊と援護ヘリコプターが 市外及び飛行場へと接近する際に、北ベトナム軍の砲火に見舞われた、激しい抵抗を受けた。アメリカ軍は交代して、航空支援を要請し、二日間にわたって、市外を爆撃した。この戦いの最中、第11機攻撃兵連隊の司令官である巡位賞、ドンエイ・スターリーは、主流断片を受けて負傷し、抗争されている。陰徳物資の捜索後日、第1大隊、 第5期兵隊所属の C 中隊がスヌオル南西部の座敷と通称されていた地区に入った。そこは2平方マイルの広さがある北ベトナム軍複合施設で、その中に400個以上のわらぶき小や貯蔵語や延平語などが整備され、大量の食料、武器、弾薬を貯蔵していた。その他にはトラック修理工場、病院、製材所、18棟の食堂、 養豚場、さらには、スイミングプールまで完備されていたという。5月6日、別の第一騎兵士団の分隊が4 0トル北東に、さらに大きな拠点を発見した。イリノイ州にある米軍のロックアイランド交渉に、ちなんで東ロックアイランドと、通称されたこの地域には、650万発の高射砲、弾薬、50万発の小銃弾、数千発のロケット弾、 複数の GM 製トラック、大量の通信機器があった。スネウォールに侵入する、米第11機後機兵連隊、第2大隊発見できなかったことの一つが、南部中央局だった。エーブラムスは5月1日に、ニクソンの声明をテープ再生で聞き、同本部の占領がこの作戦の使用目的の一つで、あると大統領が語るのを聞いた際には、恐縮しきりだったという。 幕部情報部は、機動的で、広域に分散している、司令本部を補足するのは難しいだろうと知っていた。事前のホワイトハウスからの問い合わせに対しても、幕部は、主要な公文の構成部隊は110平方キロメートルのジャングルに分散している、主要構成部隊を補足できる、実現可能性は低いだろうと回答していた。作戦開始から1週間後、追加の大隊及び旅団が、 作戦に投入され、24日までに合計9万人の連合軍がカンボジア国内で作戦に従事していた。5月7日、ニクソンは国内の政治的混乱や反戦機運の高まりを受け、アメリカ軍の作戦行動範囲を国境から 30km 以内に制限するとともに6月30日を南ベトナムへの撤退期日とする旨を指示した。 米軍部隊への時間的及び地理的制限に、南ベトナム軍は束縛されなかった。スバイリエンの州都から、南ベトナム軍の分隊はカンポントラベックへと、精神し、5月14日にはそこで、南ベトナム第8及び、第15機攻機兵連隊が、北、ベトナム第88不評連隊を撃破している。5月23日、南ベトナム軍は、 米軍の最も深い侵攻を超えて、クレクの街を攻撃した。第2平岩の地域では、5月5日から25日に、かけて、カンボジア北東部の拠点エリア702に対する第1次、便退作戦が、アメリカ陸軍第4不評師団の第1、第2大隊及び南ベトナム軍第40、不評連隊によって実施された。空爆後の最初の米軍ヘリコプターによる攻撃は、 激しい対空砲火によって交代させられた。翌日、第506不評連隊第3大隊は、反撃を受けずに進軍し、姉妹部隊である、第14不評師団第1大隊も反抗に、合わなかった。しかし、わずか60人が投入された第8不評師団第3大隊は北ベトナム軍の激しい応者を前に、上陸地帯を封鎖して、彼らは、 一晩中包囲されることとなった44。翌朝までに北ベトナム軍はこの地域を去っていた。7日、第2旅団は反撃を受けていない第3大隊を投入した。その10日後にアメリカ軍は南ベトナムに帰島して、その地域を南ベトナム軍に任せた。歴史家シェルビース・タントーンは、戦闘攻撃にて攻撃意欲の欠如が顕著に見られたと指摘し、 この師団は、ほぼ全体が戦闘麻痺に苦しんでいるように思えると述べた。第二次臨退作戦中に、南ベトナム軍第22師団は5月14日から26日にかけて拠点エリア702に向けて移動した。この作戦の第二段階は、南ベトナム軍によって、同軍第22師団の分隊が拠点エリア740に対して作戦を行ったのと、 同時期である5月20日から6月27日にかけて拠点エリア701に対して実施された。5月10日、第506不評第三大隊のブラボー中隊はセサンダに似て、はるかに大規模な北ベトナム軍に待ち伏せされた。米国兵士8人が、戦士28人が負傷した。戦死者の中には特技兵レスリサボジュニアがおり、 彼は名誉勲章に推挙されたが1999年までその書類が紛失していた。彼は2012年5月16日にバラク・オーバマ大統領から名誉勲章を授与された。第三兵団の戦略地域では5月6日から6月30日にかけて第25不評師団の第1、第2旅団によるトアンタン44作戦が行われた。この作戦の目標は ベトナム南部隊認証の北部及び北東部に位置する拠点アエリア353、354、707であった。改めて公文部隊の捜索がカンボジアのメモット市街周辺で行われたが何も発見されなかった。同作戦にて第25不標側が119名の戦死者を出す。一方で北ベトナム、ベトコン部隊は1017人が戦死した。 トアンタン44作戦の開始と同時に、第9不評師団第3旅団の2個大隊が、釣り針地区の南西 48km にある国境を越え、5月7日から12日まで犬の顔と通称された地区へと入った。唯一の北ベトナム軍との激しい戦闘は、チャントレア村落近郊で行われ、北ベトナム兵士51人を殺害、21人を捕虜にした一方で、 第三旅団は8人の戦死者と22人の負傷者を出した。カンボジアの迫害により殺される数千ものベトナム人民族にとっては遅きに死死したが、身の安全のためにまだ避難可能なベトナム人が国内に数万人もいた。南ベトナムのグエンバン中大統領は脱出希望者を全員送還するためにロンノルと調整を行った。しかしその新たな関係は、 避難前のベトナム人の家や所有物が略奪されることをカンボジア政府が不正だりはしなかった。その後、中大統領は空論作戦を承認し、機動部隊や装甲部隊を含む南ベトナム陸軍が5月9日から7月1日に、ベトナム共和国海軍110隻と米軍30隻の連合艦隊がメコン川をプレーベンまで登り、第4兵団の陸軍が、 プノンペン西側へと移動し、ベトナム南部への飛行を希望するベトナム人民族の援護ができるようになった。これらの作戦中に南ベトナムと米国の海軍はカンボジアから約3万5千人のベトナム人を避難させた。その時に送還を希望しなかった人々は強制的に追放された。驚くべきことに北ベトナム軍はその避難を容易に妨害できたはずなのだが、 それをやらなかった。第四平岸の他の作戦として、メコン川西岸に沿って実施される第二次空論作戦も含まれていた。ロンノルは、プノンペン南西の4号線沿いカンボジア領内に90マイル入った町コンポンスプーの奪還を支援してほしいと、南ベトナム軍に要請していた。4000人の南ベトナム軍機構部隊が、カンボジアの地上部隊と連携してその町を奪還した。 第三次空論作戦は、米軍がカンボジアから撤退した後の前回作戦の発展版だった。ベトナム人をカンボジア人から救出した後、南ベトナム軍はカンボジア人を北ベトナムから救う任務に就いた。その目標は、首都の北西 70km でカンボジア軍事地域一の本拠地がある場所、コンポンチャム市を解放することであった。五月十三日、 大将ドカオトリは国道7号線に沿って1万人の南ベトナム軍部隊を配置し、北ベトナム軍の抵抗が大きいと予想される180エーカーのゴム農園に向かった。意外にも戦闘は発生せず、コンポンチャム包囲戦は戦死した北ベトナム軍兵士98人の犠牲で達成された。カンボジア上空の UH-1P 上空より、 爆撃任務中の B-52D 詳細はフリーダムディール作戦を参照進行のための航空作戦は遅れて開始された。予告的な合図の役目を果たしかねないと幕府が考えていたため作戦区域上の偵察飛行は制限されていた。進行計画自体における空軍の役割は最小限にとどまっており、それは後の国境突破への助局と考えられた。 メニュー作戦の秘密を守るためという側面もあった。4月17日、エーブラムス大将はカンボジアの垣根を超える研究、観察グループの偵察行動を支援するために戦略的航空攻撃を内密で行うパティオ作戦を承認するよう大統領に要請した。この許可が与えられ、米軍の航空機は カンボジア北東部に2 1トル侵犯することができるようになった。4月25日にはこの境界が国境全体に沿って4 7トルまで延伸された。パティオ作戦は156回の出撃が行われた後に完了となり、最後となるメニュー作戦の任務は5月26日に行われた。進行中に 米軍と南ベトナム軍の地上部隊は9878回の航空出撃による援護がされており、1日あたり平均は210回になる。例えば、釣り針地域での作戦中、アメリカ空軍は3047回の出撃飛行、そして南ベトナム空軍は332回出撃した。これらの戦略的航空攻撃は、 国境地域にいる653回の B-52 爆撃機任務により保管された。5月30日にはカンボジアにおける米軍の継続的な航空阻止行動、いわゆるフリーダムディール作戦が開始された。これらの任務は南ベトナムの国境とメコン川の間の深度 48km に制限されていた。しかし2ヶ月以内に作戦区域の境界が メッコン川を越えて拡大し、すぐに米国の戦略航空機が現地でカンボジア軍を直接援護するようになった。これらの任務は合衆国によって公式に否定され、彼らの存在を隠すために公式報告書にて虚偽の文言調整がなされた。国防総省の記録では、1970年7月から1971年2月までの間に、 カンボジアを飛行した8000回以上の戦闘出撃のうち約40%が許可された境界の外側であったことが示されている。カンボジアにおける米軍と南ベトナム軍にとっての真の戦いは自分たちの部隊を平坦補給し続けることであった。繰り返しになるが作戦前における機密の必要性及び国境地域に部隊が移される請求さのため、 綿密な計画及び準備は不可能であった。エーブラムスは幸運だったのであり、北ベトナム軍が退避する代わりに聖域のために戦っていたら、米軍と南ベトナム軍の部隊はすぐに自分たちの使える物資を消費してしまっただろう、との説もある。平坦をめぐる状況は国境地域の貧弱な道路網のため悪くなっており、夜間に道路誤送を待ち伏せされる可能性から日中のみの 配達実施が求められた。例えば、米軍第三砲兵大隊は弾薬をた日最大150台の平床トラックに積んでいた。兵站物流の担当者は、進行を支援するために、毎日2086トン以上の物資を配給していた。したがって、空中補給が前線部隊のための兵站補給の主な方法となった。航兵と飛行士は、 侵入区域中を絶えず動き続けていた。請求な作戦、配備及び再配備のため、砲兵部隊の調整や、その射撃調整は、作戦中における厄介な難題となった。このことは、請求に前進していく部隊間に適切な通信システムがないことで生じる混乱によって、ますます問題になった。作戦を共同で行うことにより、 すでに過剰に伸びている通信ネットワークはさらに複雑さを増してしまった。にもかかわらず、米軍の兵站物流担当者の革新的で即興的な能力のおかげで食料、水、弾薬、予備パーツ供給は何の不足もなく目的地に到着し、戦闘作戦を妨害することはなかった。通信システムが複雑になりながらも、 短期間の米軍作戦中における兵艦は十分に機能した。進攻に対する北ベトナム側の反応は連合軍との接触を避け、可能ならば西に戻って再編成することだった。北ベトナム軍の部隊は計画された攻撃をよく知っており、攻撃が始まった時にはすでに多くの公文 P-3 前線部隊がカンボジア軍に対して北と西の遠方に離れて、 作戦を行っていた。1969年に北ベトナム軍の兵舘部隊は紛争の間中、行われたホーチミンルートの最大規模の延伸をすでに始めていた。カンボジアの補給ルート創出への対応として、北ベトナム軍は同年にラオスのアッタプ県及びサーラワン県の町を昭和60マイルの領土を90マイルの幅に押し広げて、 カンボジアに入るセコン川前町にわたる平坦システムを開放した。カンボジアにて物流を扱うための新しい平坦式第470輸送グループが作られた。そして新しい開放ルートは CM プランを通り抜けてストゥント練習でメコンに到達した。ライアード長官が予見したようにアメリカの大学キャンパスでは この侵攻からの撤退を求める声が急速に相次ぎ、さらに別の国への紛争拡大だと認識されたことに、対する抗議行動が紛失した。5月4日、県都州立大学銃撃事件で、オハイオ州兵が武装していない生徒4人を射殺した時、混乱は暴動へとエスカレートした。その2日後、バッファロー大学にて、警察は、さらに4人のデモ隊を負傷させた。 5月15日、市及び州警察はジャクソンにあるジャクソン州立大学で2人を殺害し、12人を負傷させた。それより、前の5月8日には10万人の抗議者がワシントンに集まり、わずか10日の予告でサンフランシスコにはさらに15万人が集まった。全国30カ所の予備役将校訓練家庭ビルが炎上したり襲撃を受け、 また26の学校が生徒と警察の激しい衝突を目撃した。16週21のキャンパスで州兵が動員された。学生のストライキはアメリカ合衆国全土に広がり、400万人以上の学生と450の大学、大学、高校がおおむね平和的な抗議行動とストライキを行った。同時に五月第二週の世論調査ではアメリカ国民のントが ニクソン大統領の行動を支持したことが判明した。58%が県ント州で起こったことについて学生側を咎めた。賛否のどちら側でも感情が高ぶった。一例として5月8日のニューヨーク市では行政当局の建設作業員がデモ行動中の学生と騒ぎになり暴動に発展したヘルメット暴動庫とハードハットライオットを参照。しかし、 そのような暴力行為は常気を逸したもので、大半のデモは戦争支持であれ、反戦であれ、平和的であった。5月20日には、10万人の建設労働者、商業者、事務職員が、大統領の方針を指示して、ニューヨーク市を平和的に更新した。進行に対する米国議会の反応も、迅速だった。上院議員のフランク・チャーチとジョン・エス・クーパーは、カンボジアにおける、 米国の地上作戦と軍事顧問だけでなくカンボジア軍に対するアメリカの航空支援をも終わらせることになるだろう資金削減、すなわち対外優勝軍事援助法の改正を提案した。6月30日、アメリカ合衆国上院では改正を含めた同法案が通過した。米軍が予定通りにカンボジアから撤退した後、その法案は下院で否決された。 しかしながら新たな改正法は、ジョンソン大統領とニクソン大統領が、宣戦線布告なしに7年間の軍事作戦を行っていた東南アジア決議を無効にした。クーパーチャーチ改正は冬に復活し、1970年の対外優勝軍事援助法補足に組み込まれた。今回の改正措置は、両議員を通過して、12月22日に法制化した。その結果、 全ての米国陸軍及び軍事顧問はラオスやカンボジアにおける軍事行動への参加を禁じられた。その一方、両国で実施されていた米国空軍による航空戦には目をつむり不問とした。詳細はカンボジア内戦を参照、他ラムソン719作戦及びグエンフエ構成を参照。ニクソン大統領はこの進行が戦争全体の中で 最も成功した軍事作戦であると言明した。エーブラムス陸軍大将も同意見で南ベトナムの田舎の平和化のために時間が費やされ、そして1971年から1972年までカンボジアからのいかなる攻撃からも米軍及び、南ベトナム軍は安全に守られていたと確信していた。アメリカの最終的な撤退に向けてきちんとした感覚が得られた。 南ベトナム軍のチャンリン島大将はより会議的で、その壮大な結果にもかかわらず、カンボジア侵攻は、長期的に見ると、ラオス、カンボジア、南ベトナムすべての支配に向けた北ベトナムの行進の一時的混乱に過ぎないことが証明されたと認識せざるを得ないと述べた。ジョンおよび他の歴史家、軍人、文民は、カンボジアにおける北ベトナムの兵坦システムがひどく、 損害を受けて機能していなかったとの前提に基づいて、進行に対する彼らの研究の結論を出している。次の大規模な北、ベトナムへの攻撃、いわゆる1972年のグエン・フーエ構成が、カンボジア起点ではなく、北ベトナム南部から始まったということは、カンボジア作戦が成功したことの証拠だとされている。本作戦中に、カンボジア東部で発見、除去、破壊された。 呂格物資は実に膨大だった。2万の個人向け武器及び2500の大型絵描き、7000から8000トンの米国、1800トンの弾薬、29トンの通信機器、431台の車両、55トンの医薬品が見つかった。幕府情報機関は、ベトナム南部にいる北ベトナム軍、ベトコン部隊が通常のペースで行動を維持するために、 毎月1222トンの補給物資を必要としていると推計した。カンボジアの平坦システムの喪失及び、ラオスでの継続的な航空阻止のため、ホーチミントレールで毎回2.5トンの物資が南に送られても、その目的地に到着したのは1トンに過ぎなかっただろうと幕府は推計した。しかし、本当の損失率はおそらくほんのントだったようである。ただし、 ベトナム社会主義共和国には検証可能な情報源がないため、この数字も非行き目の推定値に過ぎない。1970年の輸送物資損失に関するベトナム政府公式の数字は3.4%であった。同時期のアメリカ空軍における最善の推計では、輸送中に全物資の1、3を破壊に至らしめたとある。エーブラムス大将は、 敵兵士1万1000人が戦死して2500人を捕虜にしたと主張したが、彼の数字は CIA によって議論され、エイブラムスの集計数値には民間人の死亡が含まれていると考えられた。進行中の南ベトナム軍は良い成果を挙げたが、彼らの指導力は不均一だった。鳥将軍は、米国メディアから、オウムの口し地区のパットンとの相性をつけられ、 兵士たちを鼓舞させる基地に飛んだ司令官であることを証明した。エーブラムス大将も、また、第四兵丸の司令官にして、オウムの口し作戦の立案者であるグエンベトタン、大将の技能を称賛した。南ベトナムにとっては、不幸なことに、タンは5月2日に、カンボジアで、鳥居は1971年2月に、いずれもヘリコプターの墜落にて戦死した。ただし、 この他の南ベトナム軍指揮官は良い成果を上げられなかった。紛争の後半時期でも南ベトナム軍将官の登用は軍事、ベトナム化の試練としてこの進行はアメリカの軍大将及び政治家によって同様に称賛された。しかしベトナム側が本当に単独で成果を上げたことはなかった。米国の陸軍と空軍の参加がそのような主張を退りけていた。 1971年におけるラオスへの侵攻の間に単独攻撃作戦を行うよう要請された場合、南ベトナム軍の持っていた弱点がすべて一目、瞭然になっていたかもしれない。カンボジア政府は侵攻がすでに実行中となるまでそのことに関して知らされなかった。しかしながら、カンボジアの指導者たちは北ベトナム軍の拠点に対する 介入とその結果起こる北ベトナム軍の軍事力弱体化を歓迎した。米国の撤退の後にできた領土内の空白地帯をクメール国軍や北ベトナム軍の軍隊が満たせずにいたためカンボジアの指導部は米国が北ベトナム軍の聖域を高級的に占領することを希望していた。この進行が内戦を激化させ反乱したクメールルージュが 自らの目的のために新兵を集める手助けになった、と一部の学者たちは主張している。ミリタリーアシスタンスコマンド、ベトナム、コマンドヒストリー1967、アネックスカイサイゴン、1968。ありがとうございます。